皆さんこんばんは、元男の子の青木香音です。今日はですね、今ここに見えてますけども、人生初の服に5万円をかけたビューティー系 YouTuber に憧れた慣れの果ての私青木香音が、今日はZOZOタウンの購入品を全て開封していきます。こういうなんか YouTuber みたいな仕事しててなんですが、まともに服をちゃんと買ったことがなくて、なんかもうそこら辺にいいのあるかなみたいな感じでパッと買うぐらいで、あんまりそのファッションとか得意じゃないんですよ。センス見ての通り皆無なんで。なのでそのZOZOタウンでその人気のありそうなランキング上位にあった服をですね、上からポン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 って買っていって、でそれで5万円になったんで、今日はですね、この身長170センチのごつい私がちゃんと似合うのか皆さんに見ていただきましょう。ZOZOタウンっていうのがそもそも初めてなんで楽しみです。じゃあ開けていきます。やばいな、うぃ、よし、お、すごい、パンパンに入ってる。じゃあ上からちょっと見ていきましょう。もう一番上見えちゃってるんですけども、紫がありますね。人ってなんで奪い合うんだろうということで、上からいきますね。じゃあ開けていきますよ。これ意外となんかペロペロしてる。やべえな、なんか大胆だな、これ。これが、シアーパフスリーブブラウス、4605円です。マウジーのやつですね。こんな感じです。で、次が、これがローリーズファーム。そう、私たまにローリーズファーム買ってたんですけども、ここ最近ちょっとね、自粛であんまり買いに行ってなかったっていうのもあって、久しぶりですね。ボイルワンピース、サイズがフリーで4290円です。あ、さっきのあの、マウジーのやつもフリーです。私、ワンピースとか全然着ないからなぁ。あ、これちなみにこれ今着てんのはなんかザラで買ったやつなんですけども、なんかめちゃビッグシルエットのあれスウェットみたいな感じですね。こんな感じです。この後で着ます。お、次なんかしましま。クラシカルエルフだって。ボーダー長袖トレーナー、ゆったりルーズシルエットだって。これ値段が4073円。なんかちょいちょいいい値段するんですよね。はい、こんな感じでございます。なんかもうこれと似てますよね。脇の下がなんか浴衣なんじゃないのっていうぐらいボリュームあって。こういう服好きなんですよね。やっぱ肩幅あるんで、なんか隠したくなっちゃうんですよ。で、次がこれレカっていうやつですね。レカの超ビッグシルエットスウェットカットソー。で、値段が少しさっきより落ちて3480円でございます。サイズがフリー。はっ、でっか。本当にこれと似たような感じ。もう色違いぐらいの感じですね。じゃあお次は花柄のアースミュージック&エコロジーの987円。スキスカロングスカート。これサイズフリーですね。てか安くない？ GU 並みの値段設定ですよね。こんな感じです。なんかゴムで。なんかね、私長いのが好きなんですよ。足をあんまり見せたくないっていうか、苦手。こういう肌を見せるのが慣れないっていうか。お前だから男なんだらーみたいな。なんか言われそうなんだけど、黙っとれ。じゃあお次はですね、マウジーのロングスリーブルーズトップス3835円の、サイズがフリーです。へそが出ちゃうんじゃないっていうぐらいなんか短いですね。いや、なんか全部形一緒じゃん。基本同じもんばっか買ってる。だから月曜日は何曜日だって聞くんだって。じゃあ次はですね、これ、あ、結構でか。アンティカの見せるロングスカート、ボリュームロングスカートですね。カーキ色の M サイズが。で、これが5060円。ちょっと高いな。5060円ってなるとさ、もうなんか大切に履きたいよね。あ、別にあれだよ。900円いくらだから大切に扱わないとかじゃないからね。いちいち上げ足取らないでください。やめて。ジーンズみたいな素材です。すごいしっかりしてんな、これ。ただこれシワになったら結構目立つかも。こういうのすごい好きですね。こういう材質着てるとなんかいいもの着てんな、みたいな。わかります？ファッション全く詳しくないやつ何言ってんだって思われそうだけど。次はですね、次はこれです。ローリーズファームの 1P ワープイヤーカフでオフホワイト。ピアスみたいな感じですね。1320。私ピアスの穴2つ開いてるんですけども、以前ですね、ピアスつけたまま酔っ払って、で、その寝ちゃって、で、なんかこうやって寝返りとかもいろいろ打つじゃないですか。そしたらね、朝起きたらもうすごい耳血だらけになってて、なんかそういうことがあってから、ちょっと怖くて、最近ピアスつけてないんですよ。だからなんかこういうの。なんかこんな感じでございます。じゃあお次が、あ、これは珍しく、ブラック。ガーリードールのチュールロングスカート。サイズは M。3186円。
あーなるほど。ランキングの時の画像を見たらラフな感じの上のトップスにこういうの合わせてたんですよね。下のこのレースみたいな感じで、だからそれをやりたくて買ったんだな確か。じゃあお次はですね、ヘインズポケットロングスリーブ T シャツサイズフリー3465円。はい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 。なんかこれも単体で着るんじゃなくて、なんかと合わせて着るように買ったんだけど、何で合わせるんだっけな。でお次がこれがローリーズファームのスカシアミプルオーバーサイズはフリー4950円。高っ、意外と高いね。これがなんかすごいスケスケ、これ夏に良さそう。ではお次がですね、アントマリーズバンドカラーボリュームロングシャツワンピースサイズがフリーの5390円でございます。はい、こんな感じでございます。これはなんか上に羽織る感じで買ったんですよ。なのでこれも後で羽織っていきます。で最後ですね、これあ、ちょっと待てよ、何この名前は。見てください、ディッキーズだって。狙いすぎだろ、やめろマジで。あ、冗談です、ごめんなさい。ディッキーズの TC ツイルタック入りロングスカートサイズはフリーの5720円。この高い、3000円とか超えるとわーちょっと高いぞみたいな、こんな気持ちになっちゃうんですよね。ディッキーズだし、全然もうなんか男時代に買ってたイメージしかなかったから、なんかまさかレディースもんでディッキーズってこうやって普通に買うと思わなかったな。まあでもこれもね、すごいあのデニムまではいかないけども、しっかりとした生地ですね。で以上になります。ちょっと待ってよ、これさ結構な量だよね。やばい、どうしよう、これ全部さやったら多分動画超長くなるような気がしてきた。わかりました、ちょっといきなり企画変更。今回は私が良さげかなみたいな思った服装の組み合わせをお見せします。でそれ以外着そびれてしまったものは今後その動画で着ていきますので、よかったらその時の動画もぜひご覧ください。まあもう少しで冬だと思うんで、あの皆さんのあの参考になればと思います。じゃあ今からチェンジしていきます。どうでしょうか、すげえ、これね結構着心地いいですよ。なんかしっかりしてる、ラフに見えるけども意外とちゃんとしてるぞみたいな。どうでしょうか、うん、いいな。六本木とかさ、たまにその事務所のミーティングとかで行ったりするんですけども、普段からダサいからあんまり歩きたくないんですよね。でもこれだったらワンチャンいけんじゃないのっていう、まあ難しいですけどね。全身撮りでございます、どうでしょうか。まあ私的にはすごいラフなんで落ち着く感じがします。このぐらいなんかダラッとしてる方が私は好きですね。あとは体のラインとかもいい感じに隠れそうで感じでございます。では次の服装行っていきます。何しようかな。私今までこの羽織る系のやつですね、全然あの着てこなかったんで、じゃあ羽織る系着ていきましょうか。羽織る系だと中に何着ればいいんだろう。やばい、緊急事態、何を着ればいいかわからない、何を組み合わせていけばいいんだよ、わかんねえよこれ。あ、わかったわかったわかった、ちゃんとその購入ページのやつ見ればいいんだ。あー、そんなんわかってたよもう最初から。なるほどね。じゃあ私の場合のコーデをお見せしますよ、待っててください。ということで、さっきの、ボーダーの上にですね、そのまま切ってみたんですけども、で、ちょっと下は変えました。こんな感じで。スキニーパンツですね。上のボリューム感を和らげるために、下をね、こういうスキニーパンツでやることによって、バランスを持てるっていうか、まあそういうもんなんですよ、ファッションっていうのは。なので、今から私の、その細く見せるプチテクニックをお見せします。どうでしょうか。これが青木カノンの全身の姿でございます。上をボリュームを出せることによって、下は逆にピチッとこうすることで服装へのメリハリがつきます。以上の点を踏まえて皆さんも参考にしてください。まあ、こういう服装の時って、まあ、全体的にそこまで主張の強い色じゃないと思うんですよ。なのでこういうワンポイントを入れることによって、ファッション分かってるなって相手に思わせることができます。ではつけていきましょう。痛い。こうすることによってあいつファッションできるんだなって相手に思わせることができます。耳元に光るシルバー、なんかいい感じじゃない。ちょっと皆さん私より絶対服装のセンスいいんで教えてください。ということで、じゃあ次はですね別のものに行きましょう。どうしよう、ディッキーズとこれ組み合わせてみる。じゃあ行っていきます。
これ横かい、こっちか、こっちだけ、こっちだけ見えないんだ。ただおかしいもん、明らかに。ここにディッキーズのさ、この服装に合わなすぎでしょ。やばいな。これが青木カノンのセンスです。これはなしだと思います、私的には。これはないな。何と合わせばいいんだろう。さっきのあれとこれを組み合わせたらいいよとかあれば教えてください。お願いします。これ全然ダメ。これダメだろ。じゃあ次、これも気になるんですよ。ロリズファームのワンピースですね。私ワンピースめっちゃ嫌いなんですね。なんでかっていうと、肩幅が広いのがごまかせないんですよ。首締まってるから。肩幅広くてもさ、あえてここを見せることで肩への視線をこっちに反らすことができるみたいな。こっちの方が面積でかく映ってるから、だからこういうのは着れるんですよ。でもこういうのってちょっと怖いですよね。もう肩幅バレバレみたいな。なのでこれをちょっと着ていきます。これ案外私の中で一番しっくりきたかも。組み合わせでもなんでもないですけど、これです。見てください。え、これさ、おしゃれじゃない。これ下あのあれなんですけども、ちょっとあのタンクトップみたいに着たんですけども、え、これさ、よさげじゃない。ちょっと、あ、これあのタグ付けましょう。お前どうせ売るんだろみたいな思わないでください。売らないんで、ちゃんと着ますから。ちょっとめんどくさいんで着てないだけです。はい、これさ、六本木ヒルズのあの社員さんみたいな感じじゃないですか。え、これいいかもしんない。なんか英語喋れそうですもん。 My name is 青木カノン。え、これさ、良さげじゃない？本当に、マジで。え、これいいじゃん。なんでかっていうとね、ここをこうやって締めたら、やっぱりほら、肩幅が広いから、あ、お前、男だったんだろ、みたいな、絶対言われるんですよ。でも、こうやって開けば、やっぱここに視線が行くから、これ来たよ。これおしゃれじゃん。ってこんなに言ってるけど、コメント欄で、ダサいでしょ。見られたらめっちゃかっこ悪いけどね。え、でもいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、これ。で、ちょっと下スースー不安なんで、あの、普通のあの、ジーパン履いてます。渋谷の駅前にこうやって。こうやってやったらさ、絶対みんな逃げるんじゃない？こいつ絶対やべえやつだ、逃げろーみたいな感じで。もうやばい、これ蹴散らすよ、いろんなやつ。朝勝利だって勝てそうだよ、これ。モデルの青木かのんさんです。どうぞ。どうでしょうか。ちょっとこれあのなんか幅広なんですけど、これいいわ。だってこれさ、これもう1個パーンって買っちゃったらさ、なんか何でもいいじゃないですか、正直。色別に変えたりとかでもめっちゃ楽。楽だけどなんかしっかりしてる感もある。あ、こいつ手抜きなんじゃないんだなみたいな、なんかそんな感じに見えます。センスない私からの一押しです、っていう感じでございます。正直なビッグシルエットのなんかもう新大久保でチーズハットク食べてそうな子が着てそうな服みたいな、もうこれ誰が見たってコーデが想像できると思うんで、あえて今回着ないんですけども、まあこれとかなんか多分いつもが私が着ているような服装とあんまり変わりないんで、なんで今回はあえてちょっとこちらはあの特に全身コーデ見せずに終わろうかなと思います。やっぱいつもと違うところ見せた方がいいと思うんで、これもなんか私が よくいつも着てるような感じの服装なんで、これなんか普段着で着ようかなと思って買っただけなんで。なので今日はいつもと違う服装にチャレンジするっていう意味で、青木カノンの購入品をこんなもの買ったよプラス、じゃあ新しい服装チャレンジしてみようかって言って全身コーデを本日はお届けしました。よかったら皆さんからもですね、これとこれ組み合わせたらもっといいかもよみたいなあのご提案あればぜひコメントお願いします。今回の動画がですね、少しでも楽しんでいただけたという方はグッドボタン、応援の意味でグッドボタンお願いします。これが多いとですね、関連動画では出やすいのでぜひお願いします。結構度胸いりましたよ。もうこういう服装とか本当にもう避けてきたんで、だからこれからですねちょっとずつ変わっていけたらだと思います。新規一点引っ越したってこともあんで、ぜひ応援のグッドボタンお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok とあとノートもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。